ジェム・ポール・カラジャンは、イングランド・ロンドン・ルイシャムク出身のプロサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。ウィンブルドン FC でプレーを始め、2003年に、レディング FC のアカデミーに入団した。2007年7月にレディングと最初のプロ契約を、締結。その後、2クラブへのレンタルを経て主力に、定着。2011から12シーズンは37試合に、 出場しチームのチャンピオンシップ優勝に貢献した。2015年7月、ガラタサライに移籍。しかしポジション確保に苦しみ、2016年冬にブルサスポルにレンタル移籍した後、2017年1月にガラタサライとの契約を解除し退団した。無所属となった後はイングランドに帰国し、複数クラブのトライアルに参加した。2017年3月、 ボルトン・ワンダラーズ FC と1ヶ月の短期契約を結んだ。シーズン終了後、改めて延長オプション付きの単年契約を結んだ。2018年8月17日、2019年1月までの契約でミルウォールに復帰した。カラジャン自身はイングランドで生まれ育ったが、父親がトルコ人のためトルコ代表を選択した。2012年10月、 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ハンガリー戦でトルコ A 代表に初めて招集されたがベンチ入りしたものの試合には出場しなかった。ありがとうございます。